神社ボーガーゴー。天神ザボーガー対恐竜軍団シリーズ。赤い印がある医療サイン、怒りの電流ほとばしる、チェンジシュートだザボーガー。大気の事件はシグマの仕業、科学を悪に使うもの、探せ許すなザボーガー。電人電人電人ザボーガー。恐竜軍団の恐るべき野望はすでに石油コンビナートを破壊し着々と進行していた。ダイモン豊は恐竜軍団の攻撃に完全と立ち向かったが、ストロングザボーガーを作動する最後のエネルギーをメカアーミーギラリを倒すために使い果たしてしまった。ケンが傷つき、そしてヒロシは瀕死の重傷を負って倒れてしまった。魔人ミツクビ流の攻撃を前にダイモン豊の心は暗く重かった。ストロングザボーガーよ、いつまでも。先生、これを使ってください。電極回路です。僕も父にこれを取り付けてもらって助かりました。先生お願いします、ヒロシ君を助けてください。助からないかもしれない、しかし何もしないよりマシです。先生お願いします。わかりました、やってみましょう。国を出現させるのだ。そして悪魔ハットよ、ストロングザボーガー亡き後の大門などとひねりだ。見つけ次第即座に殺せ。マシンザボーガー、お前はもうストロングザボーガーとして作動しないのか。俺はこれからミツクビ流とどう戦えばいいんだ。そして今ヒロシ君までが、どうしたユタカ。お父さん、お父さんの声だ。元気を出せ。お前らしくないぞ。お父さん、
お父さん、僕はもう戦うことができません。お父さんの作ってくれたザボーガーはもう作動しなくなってしまった。ユタカ、お前はいつからそんな弱虫になったんだ。でも三つ首竜は。聞きなさいユタカ、私はザボーガーをお前の兄弟として作ったのだ。たとえ弟が倒れたとしても見捨ててはいけない。ザボーガーが作動しなくても決して希望をなくしてはダメだ。そして悪を憎む心を忘れるんじゃないぞ、ユタカ。わかったな。お父さん。ダンディさん。ユキさん。ヒロシ君の手術が始まったわ。うまくいってくれるといいが。ダイモンか、恐竜軍団はいよいよとんでもないことを始めたぞ。石油コンビナートを破壊するなんて、海には石油が流れ出してえらい騒ぎだ。中野さん、僕はこれから三つ首竜基地へ行きます。でもザボーガーが。ええ、分かってます。しかしストロングザボーガーがなくても奴らを倒さなければ。そしてヒロシ君、ヒロシ君をあんな目に遭わせた恐竜軍団を許さない。私も行きます。俺も行くよ、ヒロシのためにも。大門君を一人で行かすわけにはいかない。もちろん私も行く。ありがとう。しかし今度ばかりは二度と帰れないかもしれない。それでもいいんですか。うん、うん。恐竜軍団との最後の決戦に魔人山に向かうダイモンたちは、その侵入を容易にするためにある方法を考えていた。我ながら見事な変身ぶりだ。オッケー。お、中野さん、お願いしますよ。オッケー。何でしょうか。ちょっと中を調べさせてもらいます。え、ああ、ちょっとちょっと。あ、ああ、いいんだいいんだ、私はこういうもんだ。あ、失礼しました。どうもご苦労さん。さあやって。へい。こういう時こそ私のありがたさがよくわかるだろう。いよいよ三つ首竜の本陣も近い。どうやらここまで無事に来たが、ヒロシ君、君も頑張るんだ。俺もやるぞ。最後の希望に向かって。中野さん、あれが三つ首竜基地の入り口です。剣、いよいよ戦闘開始だ。よし。私の目をごまかせると思ったら大間違いだよ。ドラゴン！ちょっ！うわあ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 ！
だ。あとは俺に任せろ。とどめだ。どけだ。になったって動かないよ。万が一にも動くかもしれない。それにかけてみるんだ。ケン、行くぞ。無駄なことだ。ストロングザボーガーになっても動けはしまい。行くぞ。オッケー。そりゃさあ、ケン、ストロングザボーガー。ザボーガジェットブーブラン、ザボーガロケットジェットパンチ、ダメだ、作動しない、絶望だ。どうした大門、ストロングザボーガは言うことを聞かないようだな。どけら。閉めろ、閉め殺せ。ダメか。豊か、希望を捨てるな。そして悪を憎む心を忘れるんじゃないぞ。分かったな。怒れ、豊か。怒りだ。怒りの電流だ。ストロングザボーガーが作動したぞ。ストロングザボーガージェットブーメラン。いいぞ、ロケットジェットパンチ。ストロングバズーカファイヤー。ダイモンさんたちは？うん、帰ってくるよ。しかし奇跡だ。奇跡としか考えられない。来たな。この
れ、大門！三つ首様の餌食になれ！貴様も、貴様も、貴様もだ！どうだ、こわ！己、三つ首め！ザボが、ジェットブームだ！ロケットジェットパンチ！立てジャボーカージャボーカーファイト！いくらわめいても三つ首様に勝てるわけはないわ！ザボがストロングバズカファイヤー！やった！
長く苦しい戦いは終わった。何度逃げ出そうと思ったことか。しかし大門は踏みとどまった。そしてついに勝利をつかんだ。素晴らしい友達と共に父の残した偉大な発明電人ザボーガーを失ったが、大門の心に悔いはなかった。ユキさん、お元気で。大門さん、私は父の残した研究を続けます。二度とこんな恐ろしいことが起こらないように、うん、ねえ、ケンリーさんはどうするんだい。もし、ユキさんさえよかったらお手伝いしようと思って。さあ、ユキさん、どうします？ありがとう、ケンちゃん。本当？感激！じゃあケンちゃん行きましょう。さよなら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 。元気でね。さよなら。行こう。ザボーガーがなくなっちゃったんで寂しいな。うん、仕方がないさ。ヒロシ君のお父さん帰ってくるぞ。え、本当？いつ？一週間後だ。え、ヒロシ君よかったな。ところで大門君、あ、秘密刑事の仕事山ほど残ってるぞ。君は私の助手なんだからしっかり頼むよ。え、さあ行くぞ。あ、中野さん。あ、めちょっと待ってくださいよ。でも足りる血潮が目